おはようございます。速稼塾の久保です。今日はちょっと出かける前にですね、西村経済担当大臣に、スポット当ててみようかなと思うんですよ。この西村経済担当大臣は、経済担当、経済再生担当大臣ですからね。このデフレにもう突っ込みまくって、もう国民の暮らしで、デフレ経済の中で国民の暮らしがね、もう苦しくてしょうがない、ここを改善するために任命されたはずなんですけども、何も良くなってないというよりも、何かこの人したのかなと思うんですよ。で、今回の感染症騒動に対してもテレビにはね、よく出てくるんですけども、この人が言ったことって何やったかなと思い出してみるんですよね。で、その前にね、西村経済担当大臣の生い立ちをちょっと軽くね、おさらいしておきましょう。私が知ったところによると、普通のサラリーマン家庭に生まれて、で、地盤もないですしね、なんか肩書きも本当普通の人なんですよ。普通の人から始まって、ご自身の努力でね、それから周りの方の協力もあったんでしょうけども、あの難関灘高校に入学してるんですよね。で、そこからは私の記憶が正確だったら東大に入って、今の官僚の道に進んで、それから大臣になったのかなっていうふうに覚えてるんですけど、違ったらすみません、そんな感じだったと思うんですよ。私もね、そこまで詳しく調べてないんで、そんなとこだったかなというところなんですけども、どちらにしても平民からですね、このエリート街道に乗っかってきた本当に稀有な人物です。他の閣僚を見てみると、もう地盤があったりとかね、2世だったりとか、もう生まれた時に政治家になるのは決まっていて、政治家になればいずれ大臣になるコースってのは お決まりだったわけですよね。でも、この西村経済担当大臣は菅総理と同様、本当普通のところからやってきて、今ここの閣僚にね、名を連ねてるんですよね。どのぐらいのエリートなのかってことを相当期待されてるはずなんですよ。で、私もこのエリート様がですね、この1年ね、どんなことをしてきたのか、ちょっとね、振り返ってみたわけなんですよ。でも、これといってね、顔を見る割にはちょっと腹が立つぐらいで、あんまり私たちの心に訴えかけてこないなと。で、最近はこの西村経済担当大臣は多数のですね、有識者を抱えて、分科会も抱えて、コロナ対策何をしろって言ったのか、一貫してこれです。はい、いつでもマスクね、なんでこうなるんだと。それはね、こういった偉い方が集まんないと出ない知恵なのかってことなんですよ。いやー、さすがにいつでもマスクってのは、去年も一昨年も、それからね、5年前も10年前も、女性の方ね、若い女性の方とか OL さんだったら誰でもしてたようなもんだと思うんですよ。理由はね、花粉症がどうこうっていうものだと思いますけども、あとね、ちょっと顔を隠したいみたいなことであったのかもしれませんけども、いつでもマスクって知恵はさすがにエリートじゃないと出てこない発想なのかなと。なんでこうなるんだと思っちゃうんですよね。しかも、いつでもマスクという割には、お前はしてねえじゃねえかよって話なんですよね。ちょっとね、すごく奇妙で笑えちゃうかなってところですよね。で、西村経済担当大臣が所管している経済再生なんですけども、どのようになってるかというと、倒産件数がどんどん増えてますよね。倒産件数が増えてる。どういうことかというと、これは西村経済担当大臣なりの再生策なのかなと思うんですよ。要するに、一つの学校のクラスで例えるとですね、成績の悪い人をどんどん退学にしていって、もうね、要するに死滅させていって、見殺しにしておいて、成績のいい人だけクラスに残して平均点を上げていくというね、とんでもない方法なんですけども、それも再生の方法といえば言えなくもないのかなっていうところでございますね。とにかくこれからもね、どんどん失業者、倒産件数増えると思うんですよ。で、これに、ニヤニヤしてるのが、下級公務員が苦しんでる、いいねっていうね、声が聞こえてきそうな。こんなこと言ってないですよ。こんなこと言ってないんですけども、この表情に、このね、悪意のあるテロップをつけると、言ってそうに見えるでしょ。麻生財務大臣、そんなこと言ってないですからね。下級公務員は苦しんでる、いいね。でもこれ、はっきり言って苦しんでいる国民から見ると、こんなこと考えてんじゃないかなって勘ぐりたくなるようなコメントですよね。さあ、それでね、店の方、街の方に、ちょっと目を移してみますと、これお店ですよね。飲食店、居酒屋さん。ほっときゃ潰れるっしょみたいな感じで、保証はほとんどないという状態が続いております。未曾有の危機に対して、我々納税者はですね、見捨てられているということでございます。次、こんな図もありますね。ここは潰れないって書いてます。そうなんですよ。高級料亭で毎晩のように閣僚をはじめ、菅総理大臣、美味しいものを食べてね、もうパク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 とグルメしてるわけですよ。ここは潰れないよって。その料亭もね、儲かっちゃってしょうがないですよね。当然ここでは GoTo なんとかっていうのは使ってないと思いますけども、使ってるのかな。はい、で、もう一枚写真見てみましょう。これは何だろう。あ、10万円のうなぎですね。ここに書いてますけども、10万円は、10万円があるんだったら配らずに食えっていうことですかね。これイメージですけどね。そんな形になってるのかなっていうことすら思ってしまいます。
はい、いかがだったでしょうかね。西村経済担当大臣にちょっとねフォーカスを当てて話そうかと思ったんですけども、結局はですねうなぎとかね麻生財務大臣が出てきてしまって、私のね個人的なねもう鬱憤晴らしになってしまったということでございます。皆さんもね重なるような思いあると思うんですけども、なんでなんでしょうね。なんでここまで自国民を苦しめて対立を生もうとしてるのかなと思っちゃうんですよ。これだとね GoTo キャンペーンに行ってる人も悪いみたいな感じになって、こっそり行くみたいな例が出てきちゃったりね。何をやってるのか分からなくなってきました。まあ一つ確かなことはこれですね。いつでもマスクね、エリートが集まって半年間以上会議に会議を重ねて高い時給をもらいながらね、まあ月給ですけども、それから高級料亭で美味しいものを食べながら絞りに絞った知恵がいつでもマスク、いやこの日本先行きとっても明るいんじゃないかなと思いますけども、皆さんいかがお感じでしょうか。もう嫌になっちゃいますね。それではまた会いましょう。はい、ちなみに大阪の吉村知事ですけども、言ってることがちんぷんかんぷんでね、維新の会っていうのは病院ですとか医療っていうものをどんどん予算削減して削りに削りまくってきたわけですよ。そこでですねこういう感染症騒動が起きて医療体制が逼迫しているところで、なんか都構想みたいなねお遊びに100億円も突っ込んでね、ああダメでしたって形で全く無駄な時間と無駄なお金と無駄なリソースを割いた上に、あ医療が崩壊しそうですってことでね、まあ、自衛隊になんか要請しようと思ってるという感じでね、どういうことなんでしょうかね。もうちょっとねなんか打つ手があったんではないかなと思いますけどね。ね山本くんね、こういう人がリーダーだとその地域に住む方は気の毒でならないですね。吉村さんはちょっとね恥を知りなさいって感じですかね。これは恥ずかしいですよ。お父さんお母さんは泣いてますよね。吉村さん、お父さんお母さんの顔まっすぐ見れますか。もう私は悲しいですよ。はい、では失礼します。